かって言ったんだけど、それからしばらくしてからあのもう噛まなくなって、噛んでも甘噛みしかしないような、うん、こんな噛み方じゃないもんね、普通、うん、そうそうなんです、すごい痛いんですよ、豆類が。だからちょっと私一瞬警戒してたんだけど、そうなんです、優しい、本噛みしないなと思って、本当に 4、5 ヶ月過ぎてぐらいから本噛みしなくなりましたね、うん、それとじゃあ、あともう少しだけお話していいですか、ちょっとこの内分泌性脱毛と直接関係ないんだけど、ちょっともしかしたらさ、薬を飲ませなあかんとかいうことができるかもしれないので、その辺のお話をちょっと今からやる。